何してんの？ライフルと下潜って何とかする感じか。あの鍵を取らないとゴールはできないか。潜って出てきました。倒す。はい、終わった。運動行こうか。まず一人片付けて。こっちにおびき寄せる。とりあえず回避。はい、倒します。ガギゲット。オーケー。まあ仕方ない。あ、海外の空港な感じ。これ何？時間が進むのか。はい、倒します。あ、これはまずい。さようなら。ここまでは OK。 で、倒す。ワンコ鳴きます。 OK、 倒せる。もう楽しよう。さようなら。オーケー。何してんの？タイミングをちゃんとしないといけないやつだ。どうすっかな。まず一人で倒す。スナイパー先輩。おお、うまくいった。 OK。いかにも怪しい。スナイパーもワンコもいるよ。警報が。詰んだ。オーケー。ここにしかできないのか。で、倒す。はい、倒します。鍵は取らないとゲートは開かないが、ゲートの前にも警備員。これ積んだわ。まず一人
こっちにおびき寄せる。これでゲートの前から誰もいなくなった。欲張っちゃダメ。作戦的にはさっきので合ってるな。とりあえず倒しておくか。ワンコ鳴きます。でおびき寄せる。ダブルキル。うまくタイミングが合わない。OK。きれいさっぱり。これまた複雑なこと。まず一人。あ、こっちから行ってみるか。時間進めて。あ、これはまずい。どう行こうか。やり直し。とりあえず門の前の警備員を先に倒さないと多分ゴールできないんですよね。警報鳴らされる前に倒さないと絶対ゴールできない感じですよね。あの警備員を先に倒さないと。まだ警戒されてないからセーフ。で倒す。タイミングが悪かった。でもこのパターンで正解みたいだな。あのナイフ野郎には気をつけないと。これ言って大丈夫か。
うまくタイミングが合わない。これでいける。これはやっちまったな。途中までは正解だな。あとはナイフ野郎のタイミング次第だ。時間を進めてからナイフ野郎に気をつけて、門の前の警備員の順番。オーケー。で、タイミングを測ってくらいと。オーケー、倒せる。よし。とりあえずあの人たちはいいか。オーケー。最後のステージですね。スナイパーもワンコもいるよ。時間進めるやつあるから、あれをうまく使わないといけないんだろうな。警戒される前に誰かを倒した方がいいパターンかな。誰からやるべきか。スナイパーかな、ワンコかな。あ、これはまずい。ワンコが来ます。で、時間進める。これで取れるかな。先にワンコを倒しておこう。ダブルキル。このまま行くとこいつにやられるな。時間進めた方がいいな。連続キル。そのままいけるけど、全員倒しておくか。最後だし。あとはお前だけだ。排除。オーケー。クリア。今回はここまで。次回に続く。